はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。 A 列車でいこうない、ライブ配信始めていこうと思います。今回は延長路線の中から私鉄線の方へ、こちらの方の左側ですね、左側のホームのあるこの私鉄線の方に列車を走らせていきたいと思います。これですね、よろしくお願いします。なるほど、まあ、ここがやっぱり鍵になるんだろうな。ここはあの滞留所なんで、とりあえず滞留所にするんで鍵のなってきます。いつも通り、ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。 Please my ツイッチアカウントフォロー&チャットコメント Please。 アーカイブは2日後、22日21時頃に YouTube にアップロード予定です。一応ね、YouTube のチャンネル登録、動画の高評価お願いします。This Live Archive YouTube My Channel Upload Two Days After Premiere Live My YouTube Channel Channel Subscribe Do and Good Button Please。 Twitter、 旧 Twitter である X アカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 My TwitterTwitter X アカウント Please follow and repost and good button please。 では始めましょう。まずはここですね。まず重要しないといけないのがここ。時間帯どうしようかな。右で折り返すようにしようと思ってるんで、まあ4時ぐらいがいいのかな。で、8時か。8時だと8時間だな。まあそれでいいでしょう。西武4、この49番、西武4万系の急行を入れようと思っています。でこれ直進、難しいな。直進かな。で基本的に全部右でいいと思いますが、2番線はまあ10分停車で、当分下車のみで、行きます。これは全列車適用なのかな。
49番の場合はこうなってますが、それ以外の場合は基本的に右に曲がるようにしてます。でここは当然分岐ですね、こっちへ来るようにします。で直進してどうしようかな、ここを確定に止まるようにするのか、それとも通過運転をさせるのか悩むとこです。まあ通過運転は今のところないかな、駅舎ですね。なんで停車かな、1番2番とも停車、4分停車かな。これは1、2番とも全列車適用でいい、とりあえずいいと思います。これがあの特急とか走る場合はもう、ね、また変わってきますが、でこのままここに入ってきます。5番線かな、10分停車ってなってる、いや10分停車はまずいだろうということで4分停車、まあ5分停車かな。ここは結構大きな駅なんで5分停車で出発します。で、7番線もまあ5分停車でしょうね、そういう意味で言えば。でここはまっすぐで、ぶつかる危険性あるよね、下手すりゃ。まあなくして、ここはここも感じですね、直進、当然直進、まあ、ここで折り返す列車になってるんで折り返しになるんですが、あそうそうそう、ここってどういう発車の時間帯になってるのかな。え毎時3分発か、じゃあ仮に なんでこれをコピーして、発車時間で設定しないとダメ。発車時間コピーだろう。あ、違うわ。で、じゃあ49の6番線ホームをコピーして5番線ホームに貼り付けるっていう感じか。でもこれだとあのダメですね、ちょっと前に出発するようにして、そうするとこのポイントの差も含めて5分ぐらいの差で時間差になるんじゃないかなっていうことなんで、それでいきましょう。まあこれ全列車適用でいいかもな。でこっからが急行運転ですよね。48番はどうすんの。48番はこれ各駅停車になってる、まあ、先に行くからなんだろうな。でもそれだとそんなに意味はない。まあな、その先から来る列車の
やっぱり利便性を図るんだから、60番台はラピーとか70番台がケハンだから、急行ではあるけど、こっちはまあ快速急行に近い、まあ急行じゃなくて快速急行にした方がいいのかな。じゃあ快速急行にしましょう。あ、もう4時になってる。ちょっと一旦ストップ。なんで、49番はこれは直進にします。通過です。つまりここは、うん、計測通過ね。いや、通過でいいんじゃないの。ここのホームの通過、ホーム別に分けた方が A 列車の場合は楽だろうな。これ運転、逆にこっちは運転停車ってことになる。しかし、あれ？あ、乗降してる。この辺は乗降なしだよな。60番とかもラピートも乗降なしだろう。50番直進なんだ。75番ってなんだっけ。75番はこれはあれか。でも75番はこっち来ないはずだ。でこっちは10分停車ですね。みんなこれはまあわかる。続いて停車するんだけど、逆に4番線は、運転停車。止まるんだけど、客の乗降はしない。で、10分停車で、全列車統一した方がいい。40番か46番はちゃんと、ん？直進になってる。嘘？あ、そういうことか。50番とかは48番は停車するんだ。だから48番はこう直進なんだけど、あ、ここはダメだ。これ運行乗り降りでいいんだ。で50番51番も乗り降りか。で60番70番は向こうだと1番線は通過になってない。あれ、通過になってない。通過だよな、通過だよな。あれ、通過なってる。50番51番も、あ、48番49番の通過だ。ああ、まあまあ通過なのか。そりゃそうだ。ここで判別するから、50番51番は停車ですね。これ10分停車。ああ、まあまあ、そりゃそうか。48番も同様だよな。こういう場合はこ
ちは10分停車になるなって、乗降もあるし、50番51番も同じ扱いで、もこの3つとか、75も75はどうやったっけ、1番線は乗り降りするから、75は4番線でも乗り降りですね。つまりここでの折り返しの一応時間調整もやってるんで、この駅は、ね、今のとここの2番線は使わない扱いしてるんで、まあ、40番とかもそうですよね。全部直進になってる。でも乗降なしになってるよ、ここ。あれ、なんで乗降なしなんだ。あ、乗降はな、乗降なしじゃない、乗り降りだ、ここは。普通は全列車止まるからだよな、1番線も乗り降りになってるよな。うん、 OK。 でここは49番は直進、48番は右折で、で通過ですね。40番から45番までは全部右折でってなります。次、ここは 両列車とも48は停車しますけど、49は1番線2番線とも通過です。快速急行扱いってことですね。あれ、これってどうだっけ、50番とか51番は直進だよな、だから49番も当然直進だ。ここも40番とかは列車によっては、あ、40番ってこの先行かないんだ。だから止まる列車と止まらない列車があるんだ。ただ急行急行の50番51番は止まるんだけど、あれ、急行急行ここで終点やん。あれ、止まる列車ってないんじゃないの。じゃあ48番ぐらいしか止まらない。40番って全部ここで折り返すのかな。あれ、そうだっけ。ああ、ケータまで行かないんだな、この列車。となると結構問題になってくるよな。1列車しかここ止まらないやん、ここの駅って。60番特急だから止まらないとしても、70番は来ないとして、やばいな。あとだってここ来るって私鉄の
地下鉄直通のやつだけだもんな。そうだよな。156、157番だから携帯行く列車がないのな。あれ、そうで折り返してる。先へ行ってないや。ケータンに乗り入れるのって今のとこ MSE だけだな。つまり結構ケータンへ行く列車って少ないし、かつ48番しか止まらないもんな。ちょっとこのままだと扱いが悪いから、1往復はケータに入れないとダメだろうな。意外と京阪に直通する列車の本数が少ないし、まともに止まってる列車がほとんどない。大丈夫かこれ。今とこ48しかこのケータの隣の駅は止まってないってことになる。これはまずいな。 1,2 列車ぐらいはケータの場所に入れてやらないとダメだろうな。なんでスクロールしないんだ。あ、登録がオンになってたからか。止まる列車が1列車しかない。まあ、とはいえここから先へ乗り入れてくる列車がまあほとんどなんで、空港直通列車で携帯に乗り入れないっておかしい、おかしいよな。南海線系が南海線は1往復を携帯に乗り入れるようにしないといけないし、小田急4000もそうだよな。1往復は携帯に乗り入れたい。1往復しか止まらないんだ、びっくりした。まあでもまあこの列車に関してはあのこの先に行く列車なんで、ここは止まらないで、行きます。でまたギザギザやな。
怖い、このギザギザ。で、ここは他の列車と一緒かな、ほぼ。まあ基本的に48と同じ処分でいい。3分停車か。3番線かな。3番線に入るか4番線に入るのか分からんけど。これも48番と同じ扱いだろうな。まあ、まっすぐだな。49もまっすぐ。まあ、当然まっすぐだから、ここまっすぐだから、4番線か。5分停車だな、お互い。まあでも3分停車でもいいんだけどな。3分停車にしとこう。2分停車時間を短くします。でここはどうなってんだ。ここは止まるのかな。あれ48番は通過してる。49番も通過だな。通過になるな。うん。ってことは、そうだよな。48番49番通過だよな。でも48番停車になってます。これはなんでだろう。48番、これなんていう駅？前職。停車になってんな。なんでだろう。通過でいいのにな、ここ。12分停車か。どうかな。そんなに停車してもいいのかな。だっていきなり通過になるやん。こっち乗降なしになってる。あ、でもこれは48番まっすぐだから、まあ問題はないんだ。まあ12分停車しゃあないかな。
ここは停車ですよね。5分停車。で、ここは48、49は両方とも急行線の方に入る。まあ、当然まっすぐだよな。48は？ここはまっすぐ。ここまっすぐ。49も通りまっすぐでまっすぐなんで、ここは止まらないはずだよな。48、49は。からまっとうな急行運転ですね。でここを越えて、まあここは駅自体がないんで、48、49はあれなんだけど、49は分岐します。あ、まあないのか。どっちでしょう、分岐ですね。48は直進で、ここ48は何をしてるかっていうとこんな感じか。まあ40番台と同じ停車でいいってことか。49も49は、当然下車のみ。逆に2番線は乗車のみなんだけど、49番ってどうなってる？直進か。まあ基本的に49番こっちに入ってくるからな。ここは48、49とも左折でいいと思います。49はここを3番は下車にし、49はここを下車にして、まあ42番と同じ扱いになるよね。つまり けどここを折り返して、さらに49番はここも直進で、
信して、特進じゃないな、これ49番どっちがいいんだろうな。分岐かな、分岐かもしれない、急行線に、あ、まあ直進かな、49は。ちなみに48番の49番はここで右折に入る、48番はまあ同様ですね。で外側線だから、これは停車するんだ、違う、停車するわけはない、内から入るから内側線だ、48、49は。うん。で、48、49は通過で。でこれはまっすぐだよな、48、49とも、うん、OK、 多分これでいけるはず、この48、49は足並みを揃える形になるんで、まっすぐになるから、あとまあは判断としてはこの駅から先の判断だよな、このようにね。 OK、で止まりますが4分停車ですね。で、こっから先は、順当だな、3番は4分停車で、これまっすぐ行って、でここは時間によって左右して、ここで逆だな、 4時から20時までは右へ行ってもらわないと困る。でそれ以外はここなんだけど、もう当然折り返しで、何時かな、6時かな、
6時に固定しましょう。でここはもう一個こっちはで3分で折り返しにします。この3分で折り返しは全列車に適用ですね。で4分停車だったはずなんでこれを曲がって以降はこうのはず。これでちょっとやってみましょう。まず駅をちょっと駅名を赤峰から慶丹行って
して、誤信止まらない、でここですね。そう、今のところここまでは停車駅は2つですね。で、こっからがノンストップなんですよね。ここも止まらない。結構二面寄せのでかい駅見えるけど止まらない。ここも止まらない。ここは急行線をそのまま通過しちゃいますからね。で、ラストここですね。ここは終点です。でここで折り返しを行うってことになります。感じか。でそれぞれの列車一応快速急行か、一応停車通過駅は4駅ですね。停車駅が最初駅を除いたら1
1駅2駅3駅4駅5駅6駅か、快速急行なのかな。こう言っても基本的に各駅停車ですからね。とりあえず、これで OK、 配置しましょう。で、これで6時まで出ないはずで、49番をダイヤウィザードで設定ですね。ちょっと早く動かそう。左まっすぐで、これ4分停車。6時8分かな。9時12分のはず。で、これが4分停車。
3分でいいような気がするけどな。3分停車にしよう。6時25分なのか26分なのかわからん。まあ、6時26分の6時29分か。上空き保存して、で再度まあまだまっすぐだよな。でここはその10分単位での発でちゃんと乗り降りになっていることを確認して、毎時0分発ということになります。6時40分、あ、追い返しになってる。いやいやいや、追い返しじゃないよ。撤去、折り返しになってんで直進にこれ変更です。なんで折り返しになってんだ。あとは48分も折り返しだ。いやでもここに来ないでしょう。なんで折り返しなんだ。足はなりえない。直進です。あ、全部折り返しになってる。いや直進だろう。直進で、全列車に適用します。これ京阪に停泊する列車って何があるんだろう。いやでも京阪に停車するってまあないと思うんだけどね。夜間滞留は、夜間滞留は滞留所に定着するから、5時50分だっけ。で、これまっすぐ、
通過だよな、これ通過です。7時1分かな。でまたこれも通過になります。ここはまあまでは順調ですね。ここで中に線がある先に生かされてますね。空港急行になります。で3分停車、総駅に到着です。7時31分着。7時34分か。で直進です。でこれ右なんですよね。直進でなんと12分停車してしまいます。7時46分ただあんまりメリットないんですよね。これ止まっても特急が抜かしに来る保証はまあないよね。それよりは副線になるんで、この新華よりは逃げ切った方がいいんじゃないかなって思うんで、そういうダイヤ改正やった方がいいかもね。8時9分。あとは終点までノンストップです。急行線を通っていきます。ちゃんと通過で間違いないんで、8時29分か通過は。で、ここですね。おっと、しかし
待ってるんだ。単純に行き先で変えてもいいと思うんですけどね。9時12分。ん？まっすぐだよな。まっすぐです。これは右です。9時32分か。直進で9時44分か。左へ向かいます。で快速線に入っていきますね。10時1分。でこれまっすぐだよな。まっすぐ行って通過のはずで、通過だよな。あっ、列車がこっちへやってくる。10時11分なんか無駄な時間が多いな。
5分停車。10時39分だから11時44分だな。でまっすぐ。通過なんだ。え、なんだそれ。10時53分。3分停車。11時6分。これ通過になります。11時21分で運転停車あったはず。あー、これ乗降なしなんだけど、通過でもいいぐらいだよな。これ通過でいいと思います。特に邪魔する要素はないんで、通過ですね。11時33分。さあ、向こうには特急が通っております。折り返しですね、当駅の。で5分停車です。折り返しも別にしないよな。一番向こう側に止まる。あ、向こう側じゃないか。11時47分だから11時52分かな。当然まっすぐ。こっからが新しい申請に入っていきます。申請の中とりあえずは今は、各駅停車です。一応ローカルもあるんですけどね。あまり旨味がないんで各駅停車とします。12時5分。
で、これ右に曲がるって言ってますが、まあ正解か。この時間帯だったら正解ですね。10分停車正解です。これも12時23分で、まっすぐ行って、この時間帯だと右ですね。3分で折り返しと。まっすぐ。で、これでちょっと車窓モードに切り替えましょう。6時から出て12時46分だから6時間46分ですね。6時間46分。さあ見ていきましょう。この辺も閉じるか。ちょっと早いですが、この列車を設定するところだけで終わらせたいと思います。ここの停車って意味がないどこか弊害が多そうだよな。あ、来た。あ、通過していってる。
カズシを弊害だけとは言い切れない。ただ自分だったら逃げた方がいいような気がするけどな。坂の途中で止まらされてるしね。3分とか4分停車にして、再度車窓に移ります。ここからは終点前ノンストップです。終点ですね。折り返し線に入っていきます。やっぱり弊害が大きいな、南海線をこっちに入れるのは。一回こっちの内側線入ってさえ外側線行くじゃないですか。特急が走ってるとはいえすぐだって出ていくんだから、逃げ切りの方がいいと思う。逃げ切らせて、逃げ切りは可能なんだから、むしろ普通列車の邪魔をしない方が大事かもな。向こうに行く西武4万系、あっちは急行なんですよね。停車駅が微妙に違う、ややこしい。東海折り返しせずに遠くへ行きますんで、新線には乗り入れなくて京阪で折り返しですけど、反対側すごく遠くへ行くんで、あの安田池市街まで行くんで、役割が結構変わりますね。さあ新海駅到着。大体はその福、ここまでが福久線で、ここまでが急行運転っていうのが多く、この先は
ちょっと止まったり止まらなかったりっていうのが割れる感じですね。MSE 地下鉄乗り入れ列車です。着きましたね。ここから京丹駅まではまたノンストップになります。初期はちょっと遅いかもね。さあ、ここは通過になりますね。ここは225系、すごい加速力ですね。快速列車です。一方ここから確定になります。終点までは終点に到着です。一応この先は2つに分岐するような線形になっております。18時50分、2往復目で18時50分か。もう1往復が限度か。あれでもさ、6時間だから、6時出発だから大丈夫なのかな？まあまあ大丈夫か。1時過ぎぐらいだから。3時は超えないから多分大丈夫なはず。うん、まあ OK です。ちょっとダイヤの修正を行いましょう。もったいないとこは結構あったよな。分かったけど、まずこの階級に関してはね、階級なんでここは運転停車になってましたが、ここね49、49は停車か。ここはまあいいでしょう。ここも低通過だけど、そこです。
ここ12分停車とか言ってますが、通過で構わないです。で、通過で構わない。一方48番とかがここで12分とか言ってますが、正直4分停車で、全部4分停車で構わないです。東京急行はこれでいいとは思うんですけど、でそれからですね、止まってる。ここはちょっと大きく改善しないといけない点ですね。50番51番の直進でいいです。で50番51番の3番線のダイヤは、なるほど、あ、なんか結構停車してますが、なんでこんなに停車しないといけないんだって思います。場合の50番51番は4番線は、なるほど、まあこれでもういいと思います。うん、でまあ当然50番51番こう行くんだけど、まあもうまっすぐで、いいと思います。逆に50番51番が来るんだったら、まあちょっと考えどころですけど、まあ左折かな、とりあえずは。反対側に、反対に、50番、51番って、あ、ここしかないのか。って考えると、やっぱりもう、ね、50番、51番、別に、真ん中折り返し用の線路に使うっていうことは、あんまり合理性がないって考えられるんで、これでいいです。ただでさえこういう風に普通列車が団子状態になることが結構あるんで、49番ですから、これも入ってくるんで、あんまりここにここから先に行く列車を入れる意味がないっていうことですね。ここに折り返しする列車のみ種別に関係なく入れた方がいいと思うんで、これで行きましょう。はい、ということで今回はちょっと短いですが、ここまでとなります。いろいろ用事とかあったりもするっていうのも一因ですが、すごいな、
チームですが、なんだこれ、コンビニ召喚が嫌なとこにコンビニ置くな。ちょっとこれ撤去です。でお店だろうな、店舗のコンビニ障害値下の方になるから、どうしようかな。こうしましょう。これで非常に利便性が高まりますね。し、利益率もこっちの方が高いんじゃないでしょうか。はい、ということで今回2時間をやや切る時間帯となりましたが、見ていただいてありがとうございます。ん？あ、ちょっと気になるのがここの駅とここの駅止まる列車が本当に少ない。よく考えたら普通列車が全部とかこの快速が全部直通しないことが原因ですね。京丹まで、これはちょっとどうなのかな。特急は当然通過しちゃいますし、快速についてもちょっと、快速でも先が長いからな。逆にこの1万系を乗り入れさせてもいいかもな。まあ、普通列車1本か2本ぐらい京丹まで延長するっていうことも考えましょう。また京丹から先 の延長線は延長線に折り返しのローカル列車も走らせる予定です。そちらもぜひお楽しみに。ということで今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。 Twitch で配信を行いました。 Twitch アカウントフォローリポスト、 Twitch アカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 アーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive upload my YouTube channel This live archive Premier live my YouTube channel Channel subscribed and good button please。 旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 My Twitter X My アカウント Please follow and リポスト and good button please。 A 列車で行こう9お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。Thank you.
Yeah.